こんなところですかね。一通りリストにまとめておきましたから、生徒会で共有しておきます。お前手際良すぎないか？一日で終わるのは想定外だったぞ。長々と付き合わせちゃってすいません。他の仕事もあるんじゃないですか？あるに決まってるだろ。職員室に戻って仕事だ。仕事を増やしちゃいましたね。頭を下げられるようなことじゃない。うちに帰ったところでどうせゴロゴロしていつの間にか寝てるだけだしな。こんな悲しい独身女性のアフターファイブを赤裸々に語られても持て余す。だからって会話を途切れさせても気まずいし、何か話題は、ああ、先生って車で通ってますよね。一人暮らしですか？質問が多いぞ。すいません、ちょっと気になって。気になるだと？私がどの程度家事ができるか見定めてやるって意味で聞いてるのか？メスそうもないです。そんな気ないので殴らないでください。帰りにラーメン食って帰ってばかりで悪かったな。わかりますよ、忙しいとどうしても食事は手抜きしちゃいますよね。そうか、お前は二足のわらじだったな。週刊連載作家なんて家事をしている余裕は？ん？つまりそれは手料理が食べたいという遠回しな。妹がいるから張り合いもあるし、献立とか来れますけど、一人だったら家事サボっちゃってると思います。学業に漫画に家事って、お前は化け物なのか？料理って割と楽しいですよ。なんだったら作ってきましょうか？私に手作り弁当を？そんなパターンもあるのか？なんて。お弁当。冗談だったとは言いづらい雰囲気だな。もしかして手作りの味に飢えてるのか？妹にも持たせるんで作るのはいいですけど、味は普通ですよ。誰も催促してないだろう。職員室でもそりゃ部活の教え子にクッキーもらった程度の話なら聞いたことあるが、まあ、なかなか弁当もらったって聞くことはねえわな。みひろに頼みましょうか？あいつならプロの味ですよ。どこから宮瀬が出てきた？一気に不機嫌になって口をへの字にする先生。勝手にお前が弁当どうこう言い出したんだろ。他のやつを巻き込もうとするな。どうせなら美味しいものがいいかなと思っただけですけど、じゃあ明日作ってきますけど、本当にあんまり期待しないでくださいよ。なんでそうなるんだ男。しかも教え子からこんなこと言われるのは初めてで、正解がわからん。先生って食べ物は何が好きなんですか？コロッケ。笑ったら殴られる。刹那の判断で親指の腹にギュッと爪を立ててやり過ごす。いや、まあ確かに可愛い。うちの妹と相性いいかもしれませんね。あいつも芋コロッケが大好物なんです。相性というのは家族という意味で。さて仕事に戻るか。しれっとしてますけど、今自分のほっぺを結構な強さで殴ってましたよね。強制するようなものでもないし、期待しないでおくぞ。みるみるほっぺが赤く腫れてきてますよ。知らん、黙れ。さて仕事、仕事。あんなにも露骨に手と足が一緒に出てる歩き方は初めて見た。それとボランティア活動は当面続けるからな。罰ゲームだと思って諦めろ。了解しました。なんて書いてんだこれ。なんて呼べばいいんだっけ。高尾にうなずいて、今度こそ先生は校舎に戻っていく。そっか、明日もか。とりあえず帰りはスーパーに寄らないとな。
合いびき肉とじゃがいもと。急に不安になってきたな。大してうまくもないのに安請け合いしたのは失敗だっただろうか。今回の件ではお世話になっちゃったし、お礼だよな。それだけのことだ。何の話？本当とは仕草だけなら甘えん坊の猫みたいだよな。後ろから俺にしがみついて、脇から頭を通してきたとはがまな板の上をチェック。悪くないチョイスだけど、夜食にコロッケはちょっと重くない？これは弁当のおかず。夜食にコロッケなんて食べてたらいくらとはでも太るぞ。お弁当は手抜き傾向なのに揚げ物とは珍しいね。今回はちょっとな、流れで先生に弁当を作っていくことになったからついでってやつだ。先生って元ヤンのあれ？そうやって杓子定規的な見方するのは嫌いだな。岩隈先生には俺だって山ほど世話になってるんだぞ。肩を持つね。ボランティア活動とか言って何を陰でコソコソしてんのさ。言いがかりはやめろ。俺はボランティア活動しかしてない。真面目に仕事を頑張ったし、やましいことは何もないはず。なのにこの背中を伝う嫌な汗はなんだ？前の日の夜からせいせいと仕込みして手作りのお弁当を作って、この私には余り物と。中身はお前のも一緒だぞ。トアが覗き込んできすぎて、顎が脇腹に刺さってるのが地味に痛い。見てても面白いことなんてないぞ。飲み物取りに来たんじゃないのか？それはそれ、これはこれ。さて、熱々をいくつか夜食にもらっていこうかね。あげるのは明日の朝だ。じゃあ一旦ちょっと区切ろうかな。ちょっとまだもう少し下りはありそうですが、ちょっとねお弁当を楽しみにしてる先生がまあちょっとね可愛いと言ったところで一旦終わりますか。いやまあなんかこういろんなことが起きたっていうか、なんかこうね、まあ先生の方がものすごい意識しちゃってるよな。いやまああんなことしちゃったからまあ意識しない方もなかなかないと思うけど、いやでもまあやっぱなんかこう先生がすごいどんどん乙女な感じになってて、なんかちょっと可愛いね反応が。いやでもまさか漫画のことをこんなにも早く先生にバレるとは。いやちょっとまあ気抜いてたところもあるけど、いやなるほどね。でもまあある意味ね、そのおかげもあるっていうかね、なんかこう先生と一緒にいる時間がちょっとね伸びたというか長くなってきてるから、なんかまあ一個のきっかけにはなったんだけど、どうなんだろうね。まあなんかまだ後期的にはなんかそういうなんかすごい恋愛的な意識はないと思うけど、でもなんかやっぱりね、まああんなこともあったからちょっと意識はあるだろうからね。いやうん、意外と、うん、本当にゆかり先生がちょっと可愛いっていう反応が多くてちょっとドキドキはしてるんですが、まあ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 、はい、とりあえずじゃあ次はお弁当を食べてもらうところかなといったところで、はい、じゃあ今日のところは締めましょう。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よかったと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントなどなどしていただけるととってもとっても嬉しいです。 X のフォローもよろしくね。というわけで今回はここまで。また次回もよろしくね。バイバイ。